好きな声優さん名前教えてください。おー、いや、いっぱいいらっしゃる。もうずっと神明先生とかもう大好きですけど、はい、どうだろうな。いや、あとは、うん、小安さんとかの声ももうずっと好きだし。あれ、じゃあ男性系なんですね、好きな声は。いや、小安さんとかやっぱかっこいい声は昔から憧れますね。はいはいはい、はい。あと、喉弱いんで、あの神明さんのでかい声とか憧れがあるんですよ。ああいうのって鍛えても喉ってダメなんですか？昔あのそれこそなんだあのボイトレとかちょっと会話しまったんですけど、うん、やっぱ無理でしたね。すぐ喉痛くなっちゃいます。なんかその発声法を変えればなんか痛まないみたいなこと言いません？ボイトレの人って聞くんですけど、一応腹式とかも結構やったんですけど、うん、で声の声量も上がったんですけど、シンプルにやっぱ喉が弱いから痛くなっちゃうんですよね。ほう、それって痛いのを我慢するとかでもなくて、もう枯れちゃったり痛くなっちゃうんですか？なっちゃいますね。なんでやっぱ、うん、ああいうかっこいい声、大きい声はやっぱ憧れますね。